性の健康を、ね、考える上でとてもいい本だと思いましたので、はい、思い込みの性、ディスキーなセックスというね、産婦人科の先生が書かれた本を一緒に読んでいきたいと思います。はい、性行為には相手がいるということ、性行為には相手がいますということは自分一人では済ませられることではないということです。もちろんマスターベーションは一人の行為です。好き勝手なファンタジーを駆使してその気になればいつでもできる。それはその際置いておきましょう。デート、キス、成功ということになると相手がいます。さて、あなたはどんな目的で成功をしますか？成功の目的ですぐ上がるのが生殖、次に愛情を示すとなります。教科書風な回答ですね。でもこれだけでしょうか？いつでも妊娠が目的ですか？妊娠したら困ることの方が多くありませんか？愛情を示すというより相手をつなぎ止めるためとか、断れないとか、金銭を得たいとか、いろいろあるでしょう。出るわ出るわ。エクササイズ、いい運動になるから。リラックスしたい。好奇心を満たすため。快感を得るためよ。寂しいから。復讐のため。仲直りのため。取引。性欲の発散よ。気晴らし。時間つぶし。自分であることの確認。相手を征服したい。ゲーム感覚、義務、お勤めですから、掛け事、かわいそうだから、成功に込めることができる思いは無尽蔵です。このように自在な思いを乗せた二人が成功をするのです。自分の思いと相手の思いが一致するということの方が珍しいでしょう。かなりスリリングです。言うまでもありませんが、このことは男女でも、男同士でも、女同士でも同じです。相手の性別に左右されません。性関係には、あらゆるストーリー、展開があり得ます。それは、ドラマや お話に譲るとして、ここでは現実的な問題一つ考えてみましょう。それは、相手のいる性行為には性の健康リスクがあるということです。性の健康だなんて聞いたこともない。どういうことですか？とよく聞かれます。性の健康とはセクシャルヘルスといい、それをテーマにした性の健康世界学会 WAS もあります。WHO は若い世代のセクシャルヘルスの促進を21世紀の課題に挙げています。それだけ性の健康リスクがあり、その影響を受けている人たちが多いということです。性の健康リスクとは何か具体的に挙げていきましょう。望まない妊娠、性感染症、性暴力、性の加害、または被害などなど。性関係と性の健康リスクは無縁ではなく、心身にひどい被害を受けたり命を失うことさえあります。個人に健康リスクがあるなら可能な予防やケアをしようとなるのですが、性関係ではケアという発想は無関係というか無視されてきたと言えます。しかも性関係では健康リスクを一層背負う被害者側の過失あるいは責任とされてしまうことが多かったのですね。はい、20世紀の後半になるとね、HIV 人免疫不全ウイルスが発見され、
性感染という性の健康リスクも極めて具体的に認識されるようになりました。まあ、梅毒とかね、まあ、昔からね、人間は悩まされてきたんですけれども、よりね、具体的に人々に認識されるようになったっていうのは本当最近のことなんですよね。しかし、感染という健康リスクは予防することができる。ならば、リスクを認識し、予防を実行できる人を増やすことが重要であり、個人だけでなく、社会が取り組むべき課題だとなります。はい、挿入行為をしなければ HIV の性感染はほとんど可能性はないのですが、性交をするのであれば誰でも感染の可能性はあります。ウイルスは人や職業や国籍などを判断して感染するわけではありません。そうなんですよね、うん、例えば保健師さんだからか、ね、もう知識があるから感染しないって思いそうなんですけど、HIV に感染した保健師さんの本も私読んだことありますね、うん、だから知識がある人であってもですね、やっぱり、そういう行動を、ね、してしまったら誰でもね、なる可能性はあるんですよね。だから、知識ではありません。ちゃんと予防したかどうかっていうのが、結果を作るんですよね。ウイルスにそんな判断力はありません。予防していない感染経路があればやってくるかもしれないということです。うん、予防だけがね、自分の身を守ってくれるってことですね。はい、望まない妊娠も性の健康リスクと言います。そうですね、女性の方はね、妊娠する可能性がありますよね。これは人類が古くから抱えてきた大課題でしょう。妊娠出産時代、医療技術が進み、サービスが普及するまでは女性にとって命がけでした。そうなんですよ、命がけだったんですよね。昔はね、亡くなった方もいました。現代だからいないとも言い切れないんですよね。現代でもやっぱり本当のお母さんは亡くなってるっていう人も会ったことありますね、出産が原因でですね。はい、妊娠を重ねることもまた心身に大きな負担となりました。出産しても育てられない、働かなければ生活できない状況で、しかも性交は断れないとなれば、何とかして妊娠を回避しようとします。人類の歴史は安全で確実な避妊の方法を手に入れようという努力の歴史だったとも言えるほどです。昔から自ら妊娠を中断しようとして、多くの女性が命を落としました。ですよね、昔のですね、江戸時代の、ね、中絶の方法とか見てるとですね、その中絶のやり方も、昔の中絶っていうのは非常にね、衛生面とかがしっかりしてないやり方なのでね、その方法を取ったがゆえにね、命を落とした人もたくさんいたんですよね。現在、やっと私たちはいくつかの有効な、避妊手段を手にしていますが、それでも望まない妊娠が激減したという報告はありません。それほど難しいんですよね、いろんな意味で。夫婦間や恋人同士の性関係であろうとなかろうと、相手との関係には関わりなく、性にも心身の健康リスクがついてくるというわけです。健康リスクに対する予防という知恵があるわけですから、性の場面でもそれを発揮したい。そうですよね。ね、せっかく予防するというね、知恵を人間は持ち得るわけだから、ね、その知恵をね、ちゃんと発揮したいものですよね。健康リスクを回避できるような性行為をセーファーセックスと言います。より安全なセックスってことですよね。うん、より安全な性ということで。完全にね、安全なセックスはないですね。セーフセックスっていうのはないんですね。少しでもね、安全性を確保した上、セックスをしようというね、人間の知恵ですね。そういう試みのことをね、セーファーセックスと言います。より安全に、うん、
完全に安全なセックスはね、セックスである限りね、存在しないのでね、うん、だから、まあ、少しでもね、セックス自体を避けることはね、やっぱりちょっと難しい面があるのですね、セックスをする上でね、なるべく安全に気を配って、しようじゃないかというね、考え方をですね、うん、素敵な考え方だということで、受け入れて、まあ、ちょっと学んでいきたいと思います。はい、こんな感じで、性に関する学習を一緒にしていけたらいいかなと思ってます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。